はい、外は雨でございます。今回紹介するのは室内向け、まあ、外でもいいですけど、こちらなんとなく HS160 でございます。非常にこれかっこいいですし、でこう持ち運ぶにもいいと、それからバッテリーもモジュール化されてて、こうやってパチャってはめるだけね、これでいいんですけど、いかんせんちょっとね非力なんですわパワーがないのは仕方ないね。非常に軽いので、こちらもあのトイドローンね、航空法改正航空法の、規定外ですからね、模型飛行機でございます。ちょっと飛ばしてみましょうか。ちょっとこれ電池もあんまり持たないんだけど、だいぶ飛ばしたからね、ここでスイッチオンで、こちらが送信機オンで、いつも通りバインド、いいですね。でこれはあの簡単で、ここを押すとあのジャイロリセットね、あれ押したね、であとここ押して飛ぶだけですけど、スピードが4段階か3ぐらいで行ってみようか。でカメラ撮れますが、撮りませんけど、練習なんでね。ここで上がりますんで、上がるかな、回るだけかな、どっちだったっけ、ちょっとやってみよう。あ、回るだけだな、よし。ふわふわしていますが、非常に安定感はあると思います。形的にそうなんですね。ただ、さっき言ったフリークなんで、風も弱いですよ。パワーがないんで、フリークに動かないんだよね。ふわーっと飛ばさないと、私は飛ばさないね。いいんだけど、ちょっとやっぱパワーだな。前後ろも分かりやすくないんだけどね。ちょっともうバトルじゃないぞ。だいぶね、照明してるんで、バトルが。ちょっと電池がなくなってきた。ああ、いることしかないね。ということで、これバトルなくなってきたんで、どうします。という感じでございます。まあ、非常にね、格好は良くて、いいんだけど、パワーがなぁ。これ、こっちが先か。こっちが先か。うん、かっこいいよね、でも。はい。HS160 のご紹介でございました。さようなら。